どうも皆さん、というわけで久しぶりにねブロックかくれんぼをね動画でやっていこうかなと思います。前回生放送でちょっとやったんですけども、動画でやるのはねすっごく久しぶりなんで、もうやっていこうかなと思います。はい、待って、ギリギリ入ってくれ、間に合え。そしてこれは隠れられるのか、トゥルルルンじゃないよ、本当にトゥルルルンじゃないよ。さあ待って、どこになった、待って、これパリスってどこだっけ。とりあえず植木鉢になっとけば、まあ結局は最強説みたいなところありますよね。植木鉢ばっかりつまんなくねって思われるかもしれないですけど、次からはなるべく違うのにします最初の一戦はちょっと久しぶりっていうことで、植木鉢でやらさせていこうかなと思います。はい、というわけで、ここね、パリスって、植木鉢これどこに隠れればいいん、これかまどとかないかな、大釜だっけ、かまどじゃなくて、何、ハンター側か。はい、始まった。いや、最初ギリギリで入るとやっぱあれなんかな、反対になっちゃうのかな。で、植木鉢がねすっごい動いてるんだよね、動いてるから、こいつ倒そう、とりあえずこの人を倒してから進めていく。はい、届け、ちょっと待って、届いて、ちょっと待って、あいつめっちゃ愉快に動き上がるやん、くっそ、待って、俺やばい、うわー、待って、こいつ、てめえ、ちょっと待って、どこ行った、オッケー。で、ここに一体いるね。もう一人いますね。植木鉢がもう一人いますね。ちょっと待って、倒せ、オッケー。とりあえず二人倒しましたね。で、他にまだいんの、どんだけ植木鉢いるんだよ。植木鉢率高すぎだろ。ちょっと待って、今攻撃されたのはどこ行った？やばい、待って、見失った。あ、いた、なんでいたし。で、これで三人倒したと。で、あとは何がいるかな？今なんか動いたの見えたな。今なんか若干なんか動いてなかった。ちょっとこっち側から行きましょう。待って、今なんか、軽く動いてなかった。こいつ違うな。こいつは違うと。かまどなんていたっけ？かまどいたかな？なんかいたし、植木鉢あの人に任せようで、この中に、誰かしらいるだろうということで、もう完全にこいつですね。で、こいつ、あれ？攻撃当たんないぞ。なんでだ？なんで攻撃当たんないの？で、この人もね、そうなんだよね。ここにはね、植木鉢は置かれてないはずなんですよ。で、こっち側はいないと、OK、いないよね。で、あと何がいるんだ？あ、植木鉢と、なんだ？かまどじゃなくて、かなどこか。かなどこと重機ボックス。かなどこなんてあったか。あ、ここ入りたかった。ここ入れるんじゃないの？つうか、トゥルルルンじゃない。だから、パソコン再起動したのがバレる。パソコンなんかつけたばっかりにすると、すっごいなんかトゥルルルンって言われるんですよね。え、こいつ超なんか、なんか逆に怪しすぎてさ、ビビったんだけど、よし、倒した、OK。軽くやられそうになってたけど、あんなに堂々といられたらさすがになんか困惑するんだが、こっちが。なんか誰か攻撃されてない？どっかにいるんじゃないの？この辺にいるでしょ？あ、いた。やられるから、どこにいやがった？ちょっと待って、どこ？どっから攻撃されてる俺？あ、いた、こいつか、これどうやって登んのこれ。これの登り方がわからん。待って、あそこに何？え？あ、羊爆弾か、びっくりした。何かと思って、本当に。待って、ここに固まってるとダメだから、ちょっと他の植木鉢を僕は狙いに行きます。あと9人か。9人？あれ？待って、この辺にいないかな。あ、この上とかね。上はないのか。上ないから、どこだ？ちょっと待って、やばい、あと33秒ぐらい。ちょっと待って、ここにね、いるね。ここにいますね、ここに。鬼、お前だろ、完全にお前だろ。よし、オッケー、一人倒した。で、ちょっとこっち側にいた気がすんだよな。いた気がする、こっち側に。待って、攻撃されちゃう気がすんな。攻撃される気がするけど、まあ、あっ、よし、オッケー、どこにいる。待って、残り16秒でこの人を倒したい。そして終わりたい。でも勝てない。結局勝てないからあれなんだよな。とりあえず、いけ、よし、オッケー、倒したけど残り7秒ということで、シーカーズが、11、あ、違う、ハイダーズが残り4人で結局勝てないと、はい。このマップ難しいな。あんまりやったことないから把握してないんですよね。というわけで、次こそは隠れる側に回りましょう。というわけで次はですね、ハースストーンビレッジというところで、僕はですね、石炭ブロックでいいのかなになっています。さあ、どこに隠れていこう。うわ、待って、ここ大丈夫かな。なんかここしか思いつかない、とりあえず。はい。こんな感じで。あ、でもこれバレるかな？すごいバレバレな気がするんだけど。めちゃくちゃバレバレな気がする。あ、かまどがなんか来た。かまどがこっち来たな。いやー、バレそう、怖い。いや、無理な気がする。ちょっとさ、こことかってさ、どうなの？この間ね、ここ。ここね、ここ。この間ですよ、この間。バレるかな、やっぱり。もう一人前にさ、誰かいてくれればさ、本棚にすればバレなかったんじゃないか説あるんだけど、ここ。ワンチャンバレなかった説あるよ、本棚だったら。あ、ミスったな。とりあえず、剣があればギリ勝てるかもしんない。勝てないか。こう横と正面から来られたら、さすがに勝てないから。いや、まあ、無理かな。いや、頑張ろう。気合でもう、ほぼ気合で頑張ります。うん。やばい、来る。足音がめっちゃする。あ、来た。
来たー。剣が来たぞ。で、このマップさ、なんか見つかる人がめっちゃ早いんだけど、なんかみんなさ、シーカーズになった瞬間、なんか抜けてくのか知らないけど、どんどんシーカーズが普通、ほら、また減った。また減った。もうみんな鬼になった瞬間、抜けすぎなんだよな、ほんとに。まあでもこれで頑張っていこう。いや、いけるかもしんない。まあまだ5人もいればね、15人も全部でいれば、ゲームとしては全然成り立っている。だから僕はここで、気合で乗り越える。気合で乗り越えるぞ、僕はここ。いや、結構強いんじゃないか、でもここ。え、いいんじゃないか、本当に。ここ、僕は結構さ、たまにここで鬼になるんだけど、ここをまだ見つけたことないから、多分ね。多分ね、結構いけるんじゃないか、何え、ドアがすごいパタパタしてる、誰がそんなお茶目なことしてんのとか言ってる間にもう残り3分もあるのに半分になっちゃったね、半分。マジか。もう半分か。やっぱ来るか。もう来たら殴る。来た瞬間に殴る、もう。それでもう倒す。先手打つしかない。先手打とう。多分ね、こっから攻撃して、もし当たったらの話なんだけど、当たっちゃえば多分大丈夫なんじゃないかな。いける気がする、個人的な意見として。そしてまた全体の人数が減っていますね。13人と、みんな抜けすぎじゃないか。残り4人になってしまった。あー、オッケー、大丈夫。で、残り2分もあるんですよね。2分って結構長くないですかね。この視点でお楽しみいただきましょう。AC 数9人って結構多いよ。でも4人も残ってるんだ。あ、待って、1人減った。また帰るんだから、すぐ、本当に。あ、やばい、いる。いっちゃうね、本当に。危ないよ。はい。剣振りまくりだぜ。はい。あ、全然これ、あ、やばい、残り3人。残り3、残り2人。嘘でしょ。いや、頑張って、俺。頑張るぞ、僕。これさ、10人とかで来られたら確実に俺やられんじゃん。ゴリ押しが通用しないからね、マジで。あ、待って、やばい。攻撃食らってる音が聞こえるから、これやられるんじゃないか、誰か。え？やばい。今、これ何の音？攻撃食らってる音だよね。残り、やばい。来たぞ。来たぞ。やばい、これは。これはやばい。もう名前が見えているからね。残り1分。あー、意外と来ない。あ、意外と来ないんですね。いや、まだ油断するな。まだあと50秒あるから。で、気づいたらシーカーズが7人と、どんだけ減ってんだよ。減りすぎにも程があるでしょうが。いや、でもすごい頑張ってるんじゃないか、今日は僕。頑張ってるっつっても、ただずっとここにいるだけなんですけど。いけるんじゃないか。残り40秒、もうご了承でしょ、もう。これは完全にご了承でしょ。まあ、ご了承以前にこっち来ないんですけど。さあ、残り27秒、26秒。さあ、うわ、花火飛ばしてる、誰か。残り、もう一人の方が花火飛ばしてるみたいですね。どこにいるかわかんないんですけど。でも音的には結構近いんじゃないですかね。結構近いけど、全然なんか、誰も気づいてないけど。え、俺んとこマジで来ないんだけど。え、嘘でしょ。とりあえずじゃあ、花火僕も打っておきますね。花火どれだっけ？あ、間違った。炎飛ばしちゃった。はーい。というわけで、ありがとうございました。見事、勝ちました。すっごい地味な勝ち方気がする。なんで誰も来なかったんだろうね。というわけで、次はローウツ。あ、これあれか。例のゴリ押しスポットじゃないですか、ここは。あれ？またゴリ押し。え、ピクトさん3回目もご了承ですかっていう話がもしかしたら来るかもしんないですけど、僕はご了承最強説を検証していきたいなって思います。はい。やっぱりご了承がね、一番強いんですよ、このマップは。このマップはご了承が最強だと僕は言い張っていきたい。ここじゃないっけ？あれ、もうちょっと違う場所だっけ？違うな。でもここでもなんか行けそうな。いや、ダメか。ここは広いからダメだ。こっちかな。こっちのあの船だよね、きっと。この船が。きっとこの船がご了承という。ご了承ができる場所だと僕は思ってるんですけども、はい、出た。はい、出た、ここ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前回と同じサムネの場所ですね。ここ最強なんじゃないか。誰も来てない、珍しく。珍しく誰も来てないね。もういるのかな、誰か。いないわ。僕一人だけですね。いや、頑張ろう。はい。お、ビーコンくんが来てくれた。よし、仲間が来たぞ、ビーコンくん。よう、ビーコンくん。このマップさ、広いから多分最初の剣を手に入れる段階は結構ね、サクサクっていけるんじゃないかなと僕は思ってるんだけど、最初にほんとここ来られなければ大丈夫だから、さ、そろそろ、あれ？剣ってさ、いつ来るんだっけ？ 1 分半とか2分ぐらい？あれ、どれぐらいだっけ？全然、あ、来た、オッケー。よし、じゃああとは待ちましょう。で、あとさ、すごい不思議なのがさ、なんか、ハイダーズの隠れる側の人がさ、なんか落ちてるんだよね。これあれかな、なんか、このマップだとさ、ハンター側が弱すぎて、もうこのマップやりたくねえぜ、みたいな感じで抜けちゃうのかな。なんか僕がいつもさ、このマップやるとさ、なんか大体の確率でハイダーズがなんか、10人とか8人とかめっちゃ残ってんの。
やっぱそうなんかな。とりあえずちょっと花火で牽制しておきましょう。プシューンと多分後ろのビーコンがぶち切れてるかと思いますけど、まあ、気にせずね、まだ3人しかいないんで。3人って少ない。何、びっくりした。荒ぶってんな。ビーコンの野郎、なかなか荒ぶってんな。お、足音が聞こえてきた。これは来るんじゃないか。通り過ぎてった。で、今、シーカーズが5人ということで、あれなんか全体の人数減ってない？もうシーカーズになった瞬間に逃げるのやめてくんない？本当に。じゃあもう一発、今度は、このなんか、僕もなんかこのポーションみたいな、ハーンじゃない。何やった俺今。ハーンって何？え？あ、待って、使えなくなった。最悪。お、足音聞こえてきたぞ。足音が今聞こえている。近いぞ。あ、待って。あ、これ去っていくパターンだ。今、かまどがさっさっさって行っちゃったから、多分、あっちの方に、もうこっち来て。お願いだからこっち来て。あ、来るんじゃないか、この人。この人どうなってんの今。すっごいぴょんぴょん跳ねてるけど。あ、かまど、お、かまどなのかあれは。ほっ、なんか。待って、マジか。本気で言ってる本気で言ってますか。あ、使える。花火打っとこう。で、こっち来てくんね。あ、一人来るか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 、こっち来い、さあ、こっち来ないな。あ、来た。どっか行った。どっか行きました。もうやだ。もう僕動くから。もう動くから。倒せ。3、はい、はい、待って、やられる。あーバカしたー。まあいいでしょう。待って、変なとこに来ちゃった。まさか後ろから来てるとは。いやもうさすがに人が来なさすぎてね、もう動きたくなるよってわけで、最後の最後で負けるっていうね、ヘマをね、しましたね。というわけでご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。なんかもうちょっとかっこいいシーン撮りたかったな。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。そろえろや。これいつになったら揃うの？多分一生揃わない。マジかよ。絶対ここまで見てるやついねえよな。